が切迫飾り付けていきたいと思います。何にもね今年買ってないんで去年とあんま変わんない感じになると思うんだけど、あんまクリスマスっぽいもんが同じようなもんしかないんです。これを被るだけでなんとなくクリスマスプス、クリスマスプス、クリスマスっぽくなるよね。どんな風にしてたっけ去年。なんかここにのれんみたいなの下げてたよね。あとクッション、そうだクッションのカバーをなんか変えてた気がするんだけど、どこにやったかな。あ、これか。あ、ここにいっぱいあった。これだ。ああ、あるある。うわ、もうすでにもうこの辺めちゃくちゃ散らかってんだけど、まずまあツリーだよね。ツリー、これがあるとまあクリスマスっぽく見えるんで。これね、去年も言ってたけどコードが届かないんだよ。届かないんだけどコードが。おお、ツリーだ。すげえ、もうこういうのがめんどくせえんだけど。あとクッションカバー、これをなんか変えてたよね確か。なんか黄色っていうカバー変えた。クリスマスになった。去年ここに置いたらツリーにツリーはおかしいとか確か言ってたよね。だからやっぱりこういうとこかな。あとこれも取って、ほらクリスマスっぽくなった。あとは、あ、そうだ、これ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 をここに下げてたよね確か。こういうのって毎年新しいの売り出されるから毎年買えばねいいなと思うんだけど、もったいないからね。ぶっちゃけ一回買ったら何回でも使えるから、去年と代わり映えしないんだけども、使い回しするよこのまま、去年のまま。え、ちょっとずつ新しいのを買い足したりとか新調すればいいよね。こんな感じだったっけ。こんな感じにしたような気がするな。でもポロポロ撮影中に落ちてきちゃったんで今年はこれはやめようと思うので、100円ショップでこういうのを買ってきたの。これはねダイソーじゃなくてね、セリアでこういうのを買ってきた。シールなんだけど、これを後ろの壁が黒いからペタペタ貼っつけていこうかなと思って。すごい薄い、ほらこんなのくっつくのかな壁に。ちゃんとポロポロ剥がれてきそうな気がするけど。これはツリー型。ツリーだけ、こんなツリーばっかあっておかしいのかな。わかんないけど、わかんない。あとはなんかこの細かいシールがあるから、ペタペタ適当に貼っていけばいいんだよね多分。こういうのってセンスが問われるよね。なんか適当に貼るだけじゃダメな気がするけど、どういう貼り方がセンスがいいのかわかんない。なんか分かんない。センスがいいの悪いの分かんない自分で。こんな感じ。センスがいいのか悪いのか分かんないよ。あとなんかこの辺にこういうのを貼ってたような気がするな。こんな感じだったっけ。だいぶクリスマスっぽくなってきたかな。あと他にもいろいろあるんだけど、ごちゃごちゃしたものが。あー、こういうサンタの帽子のこういう着物とかもあるんだけどな。置けばとりあえず楽しそうな感じにはなるかな。どう？ちょっと
あんま去年と変わんないけど、クリスマスの飾り付け。あ、ここに沿わせてみようか。こんな感じできました。こんな感じに飾り付けてみました。これからクリスマスまでここで撮影したいと思います。クリスマスの飾り付けしてみたよでした。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。